カオト駅は岐阜県下二郡三竹町カオトにある名鉄広見線の駅である。駅番号は HM08。2017年現在、名鉄のすべての駅の中で最も北に位置する。なお、当駅ではマナコが使用できない。2両分の長さの片面ホーム一面一線にベンチの部分に屋根があるのみの簡素な作り。6線形系によるワンマン運転が行われているため、 ホーム両端にバックミラーがある。かつてホームの長さを超える編成が停車する場合は、ドアカットを行い全2両のみ、乗客の乗降を行っていた。新加二方面行きの電車の場合、踏切を寸断してしまっていた。駅舎、改札口なし。駅出口は、見立寄より車両の最先端とホーム中央の2箇所にある。無人駅である。今回のワンマン運転開始に際して、 ホーム上に自動券売機が1台設置された。故障時などに使うインターホンは犬山駅につながる。ホームの周辺には一戸建ての住宅が並ぶが、郵便局や金融機関、商業施設はない。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、258ページ。 ISBN 978から47億7701万3364。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道、2021年8月12日閲覧。 名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。ありがとうございます。